はい、今日のあの走った感じ、喉はどうでしょうか。そうですね、1周目に結構ペースに乗せちゃおうと思ったんで上げて、そこからもう答えようかなと思ったんですけど、ちょっと我慢できなくて結果的にタイムは思ったようには伸びなかったですね。こちらのお客様ですね、送っておりますね。パンチャー中口と申す男でありまして、前回は14位の成績だったというね、まあ、宮田クイデリウムでは、今季初勝利を収めました、中盤のあたりから逃げ3名の中で最終スピードを制した、そんな井口翔太郎、まあ、この力強いパンチ力のある走りを、さあ、そして今ここで島田選手が入りまして、順位が変わりました。ご紹介いたしましょう。暫定トップチーム秒差という形でしょうかね。稲部、久米、山形、トルトルズイ、現在ですね、一周回を完了した時点でラップタイムが6分57秒37をマークしている。マスターアンテックス、2周回を完了時点で15分41秒21となっている。まあ、ここまでで、ラストタイムは7分台、8分台、7分でも、まあ、後半あたり、中盤から後半という形になっているわけなんですが、このところでですね、ラストタイムが6分台の選手、暫定トップの島田選手と同じように6分57秒37という好タイムを叩き出しているのは稲雨、久米、山形、ポール・ソルズベリーです。さあ、そして2周回を完了した時点で15分15秒12というタイムを出していますのはナッツ・ブラーデン、雨川隆之。さあ、今ですね、通過タイムをですね、伝えているわけなんですが、まず、キッズグループのフィリタストです。こちら、3周台を完了してフィニッシュをしています。23分51秒00。さあ、そして、今、続々とフィニッシュをしていく中で、戸川大使、ジェルボなら、メジャーサイクリングチームは、25分14秒97、25分14秒97をマークして暫定46位。そして続いてフィニッシュをしていった稲雨、久米、山形、ポール・ソルズベリーなんですが、まあ、先ほどのラストタイムがね、6分57秒ですかね。まあ、今半周回を完了した時点でのタイムが出てきました。21分01秒03、21分01秒03ということは、こちら暫定2位になります。稲雨、久米、山形、ポール・ソルズベリー、こちら暫定2位。さあ、そして JP ソースで、そしてマスターアンデックス丸山アッチ、24分10秒24で暫定94位。そしてナスブラゼンの阿部川武明、タイムは22分52秒84をマークして暫定28位。